はいどうも、おちゃくれいです。プロスペースやっていきましょう。というわけで今回はこちらでございます。はい、というわけで本日の15時の更新でバリュースカウトがやってまいりました。まあ今日ね、イベントの更新まであるかなと思っていたんですけれども、まあ、イベントの追加は特になく、バリュースカウトのみ登場となりました。はい、まあ、バリュースカウトに関してはもう毎月ね、何度もやってきているものになるので、もちろん皆さんお分かりだと思いますが、まあ大変お得なスカウトでございます。はい、10連バリュースカウトはお一人様5回限り、 A ランク以上の10チーム選手1人確定、単発の方も5回限りの10エナジーという形でございます。で、注意点が本スカウトから2017 OB 第5弾は登場しませんよと。まあ今ね、 OB 第5弾が残り何日かな、14日までなので残りが、今日が9日なので9、10、11、12、13、14、結構長いですね。あと6日間ぐらいあるのかなっていう感じです。はい、で、まあ、こっちのバリュースカウトがなぜか地味にずれて3月15日までという形になっているので、いやちょっと本当にこの3月の更新っていうのはなかなか読めないなというところが、素直な感想でございます。ただまあ、このバリュースカウトっていうのはもう本当に餌がね、特訓の餌を非常に、安くそして多く集めることができるので、まあ、個人的にね、非常に、まあ、今非常にチーム状況として助かる状態になりました。はい、まあ、今ね、何度も言ってますが、純正オーダー、最強決定戦に向けた純正オーダーの育成を、特にね、頑張っておりますが、まあ、その育成のためにもね、ちょっとね、特訓の餌、まだまだ必要なので、ぜひぜひね、このバリュースカウトでしっかり回収していきましょうというところでございます。そして、まあ、何より嬉しいのが、A ランク10チーム選手が確定なので、まあ、称号チャレンジ用とかの選手を、まあ、ここでね、一気にガッツリ集めたいというところでございます。まあ、ちょっと進捗状況として、このウィーランド選手の称号付け替えを実はちょっと動画外でやりました。というのもちょっと選手枠がパンパンすぎて、称号チャレンジをもうどうしてもやらなきゃいけないと、一回どうしてもやらなきゃいけないというタイミングで、まあ、ウィーランド選手の A ランクが大量にあったので、このウィーランド選手をやったんですが、もともと9位 A に乗っている称号喧嘩投法がついていたんですが、9位 A の選手がもう全然普通に、4名以上いると。ただ、まあ、8名以上はさすがにどうしても出せないだろうと。田中健二郎選手のシリーズ1を手に入れられてて、まあ、育成が終わってればって感じであったんですけれども、まあでもそれもちょっとなかなかもう無理なので、シリーズ2のイーランド選手に関してはとりあえず1回、2615強心臓のものに変えました。うん、ただまあもちろん勝利のシャーが一番嬉しいものになるので、またまた称号チャレンジは別の動画でやりたいと思います。はい、で、まあ、あと嬉しいところとしてというか、まあ、そもそも、ね、まだまだ手に入れないといけない A ランクはたくさんありまして、まあ、今永選手ももともと9位 A に乗ってるので称号付け替えしたいですね。あとは伊能選手とかも、うん、2630に持っていきたいなっていうところではありますね。はい、まあ、本当に勝利の試合がね、全然 DNA 純正に関してはついてないので、そこをしっかりつけていけないといけないなと。で、この山崎康明投手に関してもシリーズ2のものに、ね、早く継承したい。まあ、育成終わってるんですけど、ちょっと特殊能力上げをあとはやるだけという状態ですね。まあ、この辺の OB もね、なかなか、まあ、称号チャレンジ難しいんですが、まあ、再臨が来てくれればそこでっていう感じですね。はい、まあ、三上投手とかもぜひともね、称号チャレンジして勝利の下つけたい。まあ、野手に関しても同様、全然勝利の下がついてないので、うん、まあ、この辺の勝利の下を狙いに行きたいなというところでございます。まあ、そのためにはね、A ランク1枚でも多く DNA の選手を当てていきましょう。はい、じゃあ自チームを DNA にしたままですね、こちらバリュースカウト引いていきたいと思います。じゃあ単発からいきましょう。前回バリュースカウトが来た時に多分 S ランク、あれ前回だったかな、吉田正尚選手のシリーズ2のものを引いた回があったと思うんですけど、バリュースカウト本当に相性がいいので、ぜひ、まあ、今回のね、55連の中で1枚2枚 S をで、ね、出していきたいなというところでございます。まあ自チーム S ランクミキサーをねやる回も本当に近々、やると思いますので、まあそのためにもね、ぜひちょっとここで S を当てておきましょう。1枚でも多く、というかもうポジション追加ないのかな、もうないのならもうやっちゃいたいんですけどね、ミキサーね。ないにかけてもうやるか、てかまああったとしても使う選手なのかどうかっていうところにも関わってくるんで、ただまあ純正だけで考えたらもういないか、使うような選手が出てくることはないと思うんだよな。うん、どちらにしてもその A ランクがない選手とかっていう形になりそうなんで、ただでもまあパワー型の選手とか来てくれたらな、使いたくなっちゃうと思うんで、まあ、もしくは白崎選手の S ランクを引き当てることができれば気合でちょっとパワー型に持っていきたいななんて思ったりもしてますが、うん、まあ難しい、そこは非常に難しいなというところでございます。はい、
というか、まあイベント追加なしかっていうところが一番痛いですね、個人的には。さすがに今日あたり、まあせめてフェスタがルーレットあたり出してくれて、試練大解放と一緒にねやれたらいいなーなんて思ってはいたんですが、まあまったりやりなさいという期間なんですかね。はい、ということでバリスカート単発はさらっと終わりましたよというところでございました。はい、まあ単発はなかなか出ないですね。さあ、じゃあ10連バリスカウトの50連の方やっていきましょう。さあ、まあこっちですね、メインはこっちでございます。一番欲しい今現状称号チャレンジ大事になっているのはロペス選手なんで、ロペス選手の A ランクをぜひ当てていきたい。まあロペス選手の場合は12球団オーダーにも関わってくるんでね、このロペスが欲しいです。さあ、欲しいっていうと大体その B ランクの選手のそれが出てくるんだよな、マジで。あるある。おお、田島選手は嬉しいですね。田島選手は嬉しい。この間シルエットミキサー大量回やりましたけども、そこで引き当ててるので、まあ、いつかのタイミングで使いたい。はい、三上選手。三上選手もまあ飛車ついてないんでいいんですけど、もう大量に持ってるんだよな。 OK、 さあ20連目いきましょう。とは言ってもまあターニングポイントで結構育成ができたので、称号チャレンジ上の A ランク選手ももうボックスにも少なくなってきたんですよね、プレゼントボックスの方にも。なので、まあ、本当にいいタイミングでバリスカウト来てくれました。さあ、いや頼む、本当に頼むぞ。まあ、あとは4連福袋とかね、もし来れば引きたい感じではありますが、今引きたいガチャは本当に A ランク自チーム選手1人以上確定のガチャが引きたい。もう松本剛選手来ましたね。松本剛選手最近よく出る気がする。 WBC じゃない、侍ジャパン、稲葉ジャパンですね。まあ、稲葉ジャパンでもいい活躍をしていましたが、ここは戸柱選手の A ランクが出ましたよと。はい、まあ、東京オリンピックまでにねさらに成長して、ぜひ稲葉ジャパン入ってほしいなと思います。はい、さあ30連目いきましょう。35連目、お願いします。そろそろ S 行きたい。おお、来たー、ありがとうございます。さあ1枚目来るかな。来た、1枚目。さあ誰が来るか。ドン、おおほほほ、 DLA の梶谷選手が来ましたね。はい、まあこれはちょうどよかった、ちょうどよかったっていうか、まあこれでミキサー圧縮用になるので、まあ S5 枚分の価値があると言ってもいいですね。はい、ありがとうございます。 OKOK、 え、もう1枚来たマジで。はい、おお、近藤選手、ここもかぶりでしたね。近藤選手何で出たんだっけな、シルエットミキサーかな、で出ましたね。はい、いやー2枚引きありがたい。そして最後10枚目でもう1回回ってくれてもいいよ。さあ、まあさすがにね。はい、三上選手よく出るな、本当にマジでよく出るな。はい、ではバリュースカウト30連目で S2 枚引きありがとうございます。まあこの梶谷選手が出てくれたのは非常に大きいですね。これでミキサー圧縮できます。はい、さあ40連目いきましょう。まあミキサーもね、正直今もう S ランクの母数が多すぎて、ちょっとパットン、タナケンが本当にどうしてもね、どっちか一枚本当に欲しいところになるんですけど、なかなか引き当てれる気がしない。さあ、もう逆にそれ以外が本当にいらないっていうか、まあ、柴田選手とか平崎選手とかに関しては今回使わなかったとしても最終的にいつか使いたいと思うんで。はい、もう見慣れました。田中広康選手も S 出てないやんっていう話なんですよね。いや、この広康選手だけ DNA は唯一 A 出てる中で出てないんで、そうですね。まあ、あとどっちかっていうと田中広康選手ももちろん出てほしいんですけど、出てない選手でいうとシリーズ1は S で出てた石田選手とかが出てほしいんですけど、まあ、シリーズ2の期間の成績とか考えると厳しいのかな。さあ50連目いきましょう。シリーズ2の査定もね、多分まあ7月6月前までぐらいなのかな。なのでちょっと、おお、来たー来たー。やっぱバリューは神スカウトですね、個人的に一番の神スカウト。まあもちろん限界突破口実付きガチャもいいんですけど。さあ 1枚目また来た。さあ誰が出るか。おー、オリックスの黒木選手が来ました。この間ね、京セラと名古屋に強化試合見に行った時に、実はホットモット神戸にも行ってたんですけど、ホットモットで黒木選手投げてましたね。この黒木選手能力めちゃめちゃいいんで、まあすぐにちょっと2600だと使わないですけど、まあ、いつかね、使いたい選手でございます。近藤選手に続いてオリックス最近よく引くな。シレットミキサーでもちょこちょこ引いてる気がする。てか最近よく1枚目に S 出るな。さあということでラスト、もう1枚
あーでも OK ロペスありがとうございます。よかった、とりあえずロペス引けたんで OK です。はい、まあそんな感じでバリュースカウト55連の結果は S3 枚に、まあ、A ランクもちょこちょこ、まあでもとりあえずロペスが引けたんでよかったかなと思います。はい、まあそんな感じで大満足の結果でございました。やっぱりバリューは神スカウトでございます。まあこれでミキサー4位もまたね増えてきたので、黒木選手のねちょっと能力一回見ましょうか。めっちゃいい能力してるんですよね黒木選手。黒木選手の S ランク、はい、9位がデフォルトで A に乗っていて、かつストレート A、スライダー B っていうね素晴らしい能力でございます。しかも先発な活動サイズ一応全部いける形になっててっていう感じなので、まあオリックス枠困ったら黒木選手も全然ありなのかななんて思ってます。平野選手がシュレッド化してしまった今、っていうか平野選手よりも基礎能力高いんじゃないか説があるし、ね、うん、まあやっぱり強いですね黒木選手。はい、っていうところで、まあ、今年結構オリックスのもう本当に大事な選手はもうしっかりコンスタントに引いてるというか、うん、しっかり引けてるなという印象です。まあロメロ選手とか、山岡選手とかはね、まあ、今後狙っていきたい選手にはなりますが、うん、まあ、今年オリックス本当にいい補強できてるなという感じはしました。はい、で、まあ今日どうしようかなと思ってるんですけど、プロスピコロシアムが、まあ、今メインイベントになってる形になってるんですけど、日付変わりましたよと。はい、昨日の試合が終わった段階では1位でした。はい、24試合段階では50本でとりあえず1位と。で今1試合消費された方がいたんで、抜かれておりますが、現状は昨日の時点では暫定1位という形ではあったんで、まあまあ、そんな状態ではあるんですけれども、まあ、ちょっと昨日の動画の後とか、まあ、Twitter 等々のでもあのリクエストでプロスピコロシアム毎日動画にしてほしいですってリクエストもあったんですけど、まあ、ちょっと今日は今日でまた確かに4、5、6、7、8、9っていう結構まあ差が開きそうなところにはなるんですが、まあ、ちょっともしかしたら動画出すかもしれません。ぜひぜひプロスピコロシアム動画見たいよという方はぜひそんなリクエスト等々もいただければというふうに思います。まあなんか毎日出してそこで結構あの視聴者の方に今日の現状を報告していただいてみたいな形もね、まあそれはそれで面白いかななんて思ってはいるんですが、まあちょっとその辺いろいろ試行錯誤しながらやっていきたいと思います。とりあえず本当に今ね、イベントが暇すぎる、うん、そんな感じでとりあえず今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。まあ、ぜひともこれからもプロスピースの動画楽しんだよ、やってほしいよって方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。まあちょっとこの調子だと週末は、まあ、まとめて何かしらの解説動画とか、あとグランドオープンに向けてとかの動画になるかななんて思っております。それではまた次回のプロスピースの動画生放送でお会いいたしましょう。さよなら。